I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. モンブランの助力を得てノックアップストリームを捉え、麦わらの一味は無事空島へ到達した。スカイピアと呼ばれるその国はゴッド・エネルが支配する神の国だった。エネルは聖地アッパーヤードのどこかで空の民を常に監視しているという。一方、エネルと敵対する別の勢力もあった。彼らはシャンディアと呼ばれ、先祖伝来の地であるアッパーヤードを取り戻すためエネルに戦いを挑み続けていた。そんな状況下、スカイピアの兵に不法入国の罪に問われたルフィたちは天の裁きを受けることになるのだった。どこかへ連れてく気だ、俺たちを。見てみろ、大変だ、メリー号が連れて行かれちまうぞ。何さ、ロビンちゃん。これぞ天の裁き。不法入国の罪を犯したお前たちは禁断の聖地アッパーヤードにいる神官たちの手で裁かれるのだ。おい、あいつらどこに行ったんだ。奴らの行き先は生贄の祭壇。助けたければアッパーヤードで試練を受けるしかない。仲間を返してほしけりゃ島に入ってきやがれと。まあでも神官ってのをぶっ飛ばしゃいいんだろ。お前たちに勝ち目などあるものか。何より島にはゴッドエネルもいらっしゃるのだ。うるせえ、まとめてぶっ飛ばしてやる。行くぞ、アッパーヤード。聖怪人が紛れ込んだか。好都合だ。神官どもを叩き崩すなら今しかあるまい。いや、何やら騒がしくなってきたじゃないか。受けなきゃならねえんだ。とにかく
前らは俺の身の安全を最優先だ。どうしていけんねえはあれだけか。心配だわ。メリー号に戻らなきゃ。我らの使命はアッパーヤードの一斉掃除。お前たちにもはや逃げ場はない。こっからは手分けして仲間を探そう。メリー号で押し合おうぜ。雲で塞がれてる。雲を消せれば近道ができそうなんだけどな。試練試練ととやかく言うが、正直俺らには身に覚えのねえ話だが、受けよう。空くんだりのクソ試練。なぜならか弱いレディ2人を守るのが俺の役目。つまりそうだ、これは恋の試練。はいはい、メリー号に急ぐわよ。聖怪人ども、ゴッドエネルの試練を受けよう。助かったぜ。メリー号へ戻るつもりが見つからなくてよ。マリーが俺も迷子だ。ダメ、反転するぞ。
今こそ好機、我らの地を取り戻せ。来たな、シャンディア。聖怪人もろとも葬ってくれる。あいつらゴッドの敵見てたが、俺たちの味方ってわけでもなさそうだな。全員無事みてえだな。ナミ、どうした？神の住む島、アッパーヤード。この島、まさか。これ、見覚えあるでしょ？地上と同じものがここに。この島、もともと地上にあった島なの。そう、ここは引き裂かれた島の片割れ。この島は、ジャヤなのよ。だけどよ、こんな島がどうやって。あの化け物海流しかないでしょ。馬鹿げた話かもしれないけど、かつて地上にあってノーランドが確認した黄金鏡は400年間空を飛んでたんだ。うわー、ありがとう神様。空島が黄金鏡だったなんて、これは私へのご褒美ね。なあおい、黄金鏡にはでっけえ金があんだよな。ノーランの日誌によると、そうね、確かにあると書いてあった。それ鳴らしたら菱形のおっさんにも聞こえねえかな。聞こえるよな。よし、俺は金を探すぞ。莫大な黄金が私たちを待ってる。名前は俺たちが引き受ける。あいつらどこだ？お前、大体地図は頭に入っとる。ここね、マクシムの準備もできたし、そろそろ総力戦と行こうじゃないか。焦ることはない、ゲームはまだ始まったばかりだ。
方は無事か。後でマスト直してやらねえと。何の音だ。船には誰もいねえはずだけどな。霧が深くてよく、誰だ。メリー号が修繕されてる。ここに誰かがいたんだ。なあメリー、誰だったんだ。島にとどまるならエネル同様に消すぞ。Thank you.
と膝を折りはしない。これは金を鳴らすんだ。邪魔すんじゃねえ。あの金は大戦士カルガラの意志を継ぐ俺たちが鳴らしてこそ意味がある。貴様らに何の関係があるんだ。俺たちは神を名乗る者たちに奪われたこの島を取り戻し、あの金をシャンドラの火を灯さなきゃならねえ。大戦士カルガラは400年前の村を救った恩人のため黄金の金を鳴らそうとしている。そうよ、同じ400年前、ある探検家は黄金鏡を見たと嘘をついた。世間は笑ったけれど、彼の子孫たちは彼の言葉を信じて、黄金の鐘を鳴らせば世界で黄金鏡を探し続けている彼らに空にと伝えられる。この麦わらの船長さんはそう考えている。素敵な理由じゃない。こんな状況なのにね。そいつの、その子孫の名はモンブラン・クリケット。ならば400年前の先祖の名はノーランドか。クソ麦わら、シャンドラの火を灯しに。お前、分かった。それならあの鉄雲を排除できる。やってやろう。シャンドラがあった場所は見当がついている。ついてこい。ドクロの右目と同じ場所。黄金があるとしたらそこかもしれないわね。しまったか。まあいい、生き残りを追い詰めてやろう。でしょ。次の脱落者はお前か。なんだてめえは。俺は先を急いでるんだ。問答無用、排除するのみ。シャンドラの火はどこに。地図が示していた場所は確かにここなのに。政界の盗賊どもとシャンディアが手を組んで何を企んでいるのかと思えば、狙いはそれか。悩み大きこの世だ。子羊が何を望もうと構わんが、空に根付くこの国そのものが土台不自然な存在なのだ。土には土の、人には人の、神には神の帰るべき場所がある。そうだ、すべての人間をこの空から引きずり下ろしてやろう。そんなことをすれば黄金の金までも失ってしまう。あの金はあなただって欲しいもののはずよ。心配には及ばん。すでに金がある場所の目安はついている。サバイバル、
予想より生き残りが多くなったな。神が予想を外すことはできん。さて、誰が消えてくれる？お前が消えろ、不届き。私は神だぞ。何事も意のままにする。私の思う世界を作るのだ。アクト2億ボルトバーリー。いやついにこの箱舟の究極の機能への回路が開かれた。排出された雷雲はエネルギーを増幅させながらスカイピア全土を闇と共に包み込む。さあ宴を始めようじゃないか。アマラガン、頼りになるわ。行かせておけ。エネルはルフィが倒してくれる。私たちは急いでメリー号へ戻るのよ。もはや手遅れ。誰一人生き残れはしない。これじゃ空島が跡形もなくなっちまうぞ。ルビー、そいつの落雷を止めろ。Okay.
の小僧にもママラガンは当たったはず。ギリギリで避けているとでも言うのか。やってやろう。なんだというのだ、貴様。ほら、ルフィ、海賊でゴム人間だ。雷なら効かねえ。効かんと分かれば、それなりの戦い方がある。やってみろ。試合一匹ひねり潰せんわけがない。神だ神だとうるせえな。何一つ救わねえ神がどこにいるんだ。もう誰にも止められん。やったぞ。落ちろ、空島と共に。